皆さん、こんにちは。なるほどてんです。えー、今日も、えー、バトルロワイヤルデュオで遊んでいきます。いや昨日から始まったんですけど、大人気すぎて、サーバーが込み込みなんですけど。<laughs> なんかもう、あれですね。やばいですね、ちょっと。もう早速武器を取れないっていう。 味方のそうですね今回ですねクランメンバーの吉田翔風さんと一緒にデュオ参戦いたしました、まあ、ですので <laughs> まだラグってるんですねど,どんなラグがあるんでしょうちょっとそうですね2人スプーンで <laughs> 挑むという もうこれ最初にアイテム拾えなかったあれですからね何もできないですねあスナイパー持ってるいいですね私正真正銘スプーンのみですちょっとどっかに落ちてないですかねおこぼれをおっあダメだこれはダメなダメなパターンですねいいですかちょっとだけ行ってみて <laughs> メジックメジックだけいただきました回復が <laughs> これ蘇生できるんですかね試してみたいですけどねお回復できましたね危険ですねこの前これでやられましたからねおお蘇生できるすごい いやー、メディックの時代やってまいりました。<laughs> ダメだ私はもう。ダメですね。武器持ってないとやっぱダメですね。じゃあちょっともう一回戦やってみたいと思います。では、2回戦目ですね。 一応右上集合ということでチャットしてますので死後死後わかりますよ。私、さすがにわかりますよ。死後20ですね。<laughs> 違うのかなあ、すごいですね。蘇生すごかったですね。もう蘇生あればもうバトルロワイヤル成果できるんじゃないですか。あれあ、祥風さんもこうだ。 もうちょっとメディックのスキルですね。スキルじゃなくて、あの、帽子ですかヘルメット ?10 時間。10時間じゃない、10時のですね。お、インビゲット。いいですね。いいなーって送っときます。羨ましい。私はちょっとメディック一筋なんで、他のが落ちてても、まあ、拾ったりはしますけど、<laughs> ま装備もしますけどね。 どちらにいらっしゃるんでしょうか。あら。どちら。難しい。三 <laughs> 回戦いきます。さあ、三回戦目あれですね。ちょっと人数少ないですね。もう時間が来ちゃいましたね。この人数で多分始まると思います。ということは。 42人でしたらいけるんじゃないでしょうかまあマップが広いですからねこれだけやっぱでもやっぱあれですね少ない勝負球も少ないってそうですね少ないですけどこれはチャンスですもうなるほどが1位になるのはもうこのこれを機にお ちょっと待ってください。昌風さんダメですよ。ここに、ここに救急箱があるのに。<laughs> いかん。ちょっとよだれが。<laughs> 救急箱でよだれが出る。なるほどですけど。まあ、本来ならイチゴ牛乳で出るはずなんですけど。よし、昌風さんの後をついていきます。まあ、武器はですね、ちゃんとシェアしないと。まあ、シェア、シェアはしな,しないんですけど、次出たら、 武器あるよって教えてですね。武器がない <laughs> あれ。あれ人数少ないと武器の数も少なかったりするんですかね。まあちょっとそういう検証やったことないですからね。ないですね、ほんと。人が少ないから取られてることもないと思うんですが、あここにある。ここにあるよって。いない <laughs>。 いいない上に撃たれてるどこどこえどこ警棒ですかあれお今回助けられそうです助からないあ、<laughs> 助かりますか <laughs> よかったです これれ時間どれぐらいあるんでしょうね全開ですかいやでもなんか、トポイントないように見えるんですけど、私には。気のせいでしょうか。まあ気のせいなんでしょうね、きっと <laughs>。これスプーンで殴られたら死んじゃうようなゲージだと思うんですけど。へぇ、すごい、私初めて蘇生できましたね。いやメディックで蘇生もしましたし。 心肺停止してしまった翔婦さんを <laughs>、え、なんですかね、あの、あれですよね、よく、胸に両手当てて、バフバフってやって、から蘇生させる、人工呼吸するときの、あの、私、やりましたよ、ちゃんと、なんか人形使ってやりましたよね、危ない、やばい、ちょっとマップ、うわー、結構奥深くまで来てましたね、私たち。 間に合いますかねヒットポイント250ですからね、まあ、結構多めなんですけどねあこっちじゃないとダメなんですねギリチョンですねギリチョンなんかあそこにいらっしゃいますねいやこの翔風さんがねあのヒットポイントが あ、8台もいる当たらないですねちょっとラグいんですかねいや、あ彰さんが一撃で死ぬかどうかを見て,見てみたいんですおおいいですねあら一撃だよ <laughs> <laughs> しやりましたね まずショウフーさんを生き返らせてこの前前回これでやられましたからねちゃんと敵さんが残ってないかを確認してからちゃんとショウフ風さんを人工呼吸じゃなくて心肺蘇生停止じゃなくて何でしたっけ <laughs> しないといけないってあいちご牛乳欲しいですね私ちょっといちご牛乳だけでいいんですああなんてことまあ大丈夫です もう本当、章封さんじゃなかったら後ろからズドンです。<laughs> いや、まあそんなひどいことはしてませんけど。味方の方は打てませんからね。おーフック戦あまた燃えるちょっとありです。ちょっと全く私喋ってるとあれですね。あの、喋 <laughs> ってると他のことできないので。いちご牛乳、回復。いちご牛乳、 ちょっと待ってくださいいちごかわいらしい牛牛乳回復おお飲んでるんですかもしかして今おちょっとちょっと惜しかったですけどね <laughs> 一口惜しかったんですけど フック船長のあれですね、スキルを入れておきましょう。まあ、100人 VS だとあれですよね、すぐ。こちらこそできません。おっ、いましたよ。<laughs> いません、フラグが。どっから撃ってこられたんですか。まあ、でもあっちの方でしょうね。諸婦さん、リーコンですからね。おっ、さすが。 教えてください、どこにいるんですか敵敵さん。どこにいますどこです <laughs> 建物の中。ああそこですか。任、まあ、してください。このフック船長。なんか私、バトロールワイダルでフック船長出たことないですけどね。初めて出ましたね。あそこにいらっしゃいまして、これ、フック船長のスキルでしたら、あれですよね。ここからスキル当てて、 で一発決まれば倒せるんですけどわ私なんか武器が偏ってますね出てこられないですかねこの辺ちょっと今回大丈夫そうですねあの建物新しい建物ですかすごいですね登ってみたいんですけど白黒ミルクチョコってことですかねこれは持久戦ですか将棋で言えばタイフリ持久戦みたいな いいらっしゃいますねあなんで今の角度当たらないような気がしたんですけどうまいですねあちらも敵さん同士だったわけですかちょっと私今デュオの、えー、特権を完璧にこなしてます あ短かった距離がああ頑張ってああやられちゃいましたねということで今回12位でしたねいやもうちょっと離れたとこでスキル決まればよかったんですけどあでもなんかデュオを今回満喫した感じがしますね まあ、ぜひですね、皆さんも、えー、デュオ楽しんでみてください。まあ、ちょっと今サーバーコントして遊べるかちょっとあれですけど、途中で落ちたりするかもしれません。えー、それでですね、えー、今回の動画は以上になります、えー。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。まあ、ずっと遊んでましたらあれですね、まあ、もうちょっと上位、ね、狙えると思いますので、なかなか入りませんね。ということでですね、えー、次の、え、もうゲームが始まる。<laughs> そんなコマンあれがあるんですね。表示が初めしてしました。それですは、ね、また次の動画でお会いしましょう。